ジャワサイは、ウマメサイカに分類されるサイ。インドネシア・インド北東部、インドネシア、カンボジア、タイ、バングラデシュ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、ベトナム体長300から320センチメートル。おな70センチメートル。肩高160から175センチメートル。体重1500から2000キログラム。体型は、やや細い。皮膚には明瞭ではないものの。 鎧状のシワがある。体色は灰色。頭部は小型。角は1本のみで、角長25センチメートル。獅子はやや長い。メスは角がない個体が多い。主に低地の熱帯雨林に生息し、河川や沼を好む。単独で生活することが多い。1日に15から20キロメートルもの距離を移動することもあるが、 一定の地域内で飲み活動することが多い。植生は植物食で木の枝や樹皮、木の葉、芽、果実などを食べる。繁殖形態は体制。46から48日の間隔で発情すると考えられている。妊娠期間は16ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は1から2年。オスは生後六年。メスは生後三から四年で。 生成熟する。角が装飾品とされたり、薬用になると信じられている。開発による生息地の破壊、核目的の乱獲などにより、生息数は激減している。1988年にベトナムで個体群が発見されるまでは、ジャワ島西部のウュンクロン国立公園内を除いて、絶滅したと考えられていた。ジャワ島での九百六十年代における、 生息数は25から50頭と推定されている。2011年10月に、ベトナムに生息していた希少なジャワサイの最後の個体が密漁で殺されたため、同国のジャワサイは絶滅となった。2020年9月、ウジュンクロン国立公園で、ジャワサイの子供2頭が発見された。これによりジャワサイの個体数は74頭になった。2頭のうち、メスはヘレン、オスは、 ルーサーと名付けられた。ジャワサイの子供は極めて希少である。ウジュンクロン国立公園はジャワサイの世界最後の生息地であるが、活火山であるクラカタウサンの危険区域に位置するため、インドネシア政府は同公園からジャワサイを移動させるため、ジャワ島とスマトラ島の他の地域の調査を進めている。ありがとうございます。